R.E. プレイのファッションフィーバー。ハニューの魅力がグッズに宿る。中国ファンの心をつかむ。フィギュアスケートの巨星、ハニューさんの最新アイスショー。R.E. プレイが中国で大きな話題となっています。しかし、注目されているのは単なる演技だけではありません。今回は、そのショーの公式グッズに焦点を当て、ハニューさんのファッションセンスがファンの心を捉えた瞬間を見ていきましょう。中国の SNS。 ヒ広氏、ウェイボー上でハブさんのジップパーカーが紹介され、瞬く間に話題となりました。ジップパーカーには、RE、プレイの文字が巧妙に配され、ブラックとブルーの2色展開が8800円、税込みで販売されています。これに対して中国のファンからは、ファッションアイテムとしての魅力だけでなく、ハブさんのスタイルやオーバーサイズの着心地に対する賞賛の声が殺到しています。彼は歩くクローゼット、 何を着ても美しいといったコメントから、グッズが単なるファンアイテム以上に、ファッション愛好者たちにも支持される傾向が見て取れます。また、大きいサイズが必要、体型もぼかせるオーバーサイズが最高といった声は、ハブさんのグッズは身体のサイズや形に悩む方々にも愛される理由を物語っています。さらに、美広市場ではハブさんのイケメンぶりやファッションに対する賞賛が続々と寄せられています。かっこいい。 後ろを振り返る様子がたまらないといったコメントから彼の魅力がグッズを通じて広がりつつあることが伺えます。11月1日に開始された RE プレイのオフィシャルグッズの通信販売もハブファンにとっては待ちに待った瞬間。そして埼玉スーパーアリーナでの RE プレイ埼玉公演が4日から始まることでますます興奮が高まることでしょう。RE プレイの舞台裏に潜む羽生結弦さんのファッションとファンとの心の交流が、まさに一大イベントとなっています。これからも羽生さんの魅力が新たな形で広がり、彼のグッズがファンたちにとって特別な存在であることは間違いありません。フィギュアスケートの魔法が再び我々を包み込んでいる。羽生結弦さんの最新アイスショー、RE、プレイが、そのうましさと感動を世界中のファンに届けています。しかし、 今回は単なるアイスショーに焦点を当てるのではなく、その舞台裏に広がるファッションの世界にスポットを当ててみましょう。中国の SNS、美広市、ウェイボーでは、アイスショーのグッズが瞬く間に話題になりました。特に注目を集めているのは、RE、プレイのオフィシャルジップパーカーです。このジップパーカーは、前面の胸部分や背面、紐部分に、RE、プレイの文字がデザインされ、 ブラックとブルーの2色で展開されています。そして、何と言ってもハブさん本人がこのアイテムを着用した写真が公開され、そのスタイリッシュな姿勢が中国のファンを虜にしています。グッズ自体のデザインに対する賞賛はもちろん、ハブさんの魅力が服に宿る瞬間に心を奪われるファンが続出しています。モデルも服も素敵。何を着ても美しい。でも私が着るとまた別、泣きといったコメントから、 彼のファッションセンスがファンの憧れの的であることが伺えます。ハブさんはまさに歩くクローゼットであり、その多様性と洗練されたセンスは彼のファッションアイテムにも反映されているようです。特に中国のファンたちからは、そのパーカーの質感やデザインに対する熱いコメントが寄せられています。このパーカー、質感が本当に良さそう。買おうかどうか悩んでいたけど、買うこと決定。めっちゃ素敵。 着心地が良くて体型もぼかせるオーバーサイズ。グッズというだけでなく、服として完成度高い。といった声が、単なるアイスショーのグッズ以上の価値を感じさせます。ファッションとしての機能性や快適さが、ファン層を広げつつあります。ハブさんのグッズに対するファンの情熱はさらに続き、RE、プレイ、オフィシャルグッズの通信販売が11月1日にスタートしました。その瞬間、 ファンたちの間で歓喜の声が響き渡りました。これはまさに待ちに待った瞬間であり、ハブさんの魅力が物理的なアイテムとなって手に入ることに、ファンたちは心躍っていることでしょう。さらに、待望の RE プレイ、埼玉公演が4日から始まることで、興奮が最高潮に達することは必死です。アイスショーの舞台裏に潜む羽生ゆずさんのファッションセンスが、 彼のファンたちとの心の交流を通じて一つになる瞬間が訪れるでしょう。ファッションの舞台裏に広がるハブさんの魅力は単なるアスリート以上の存在であることを示しています。彼の個性やスタイルはアイスリンクだけでなく日常のファッションシーンにおいても際立っています。彼が RE、ブレイのグッズを通じて示すのはファンたちに対する深い愛情とその一瞬一瞬を大切にする姿勢なのかもしれません。 ファンにとっては、これらのグッズは単なる服飾アイテム以上のものとなり、ハブさんとの特別なつながりを象徴する存在となるでしょう。アイスショーを見るだけでなく、その舞台裏で彼のファッションに触れ、共感し、感動することで、ファンたちはハブさんとの一体感を強く実感することができるのです。こうして、アイスリンクから始まり、グッズを通じて日常にまで広がるハブさんの魅力。 彼のファッションセンスがファンの心をつかむ瞬間は、まさに一大イベントとなっています。そして、これからもハブさんの新たな魅力がどんどん広がり、彼のファンたちを魅了し続けることでしょう。アイスショーだけでなく、ファッションの舞台でも、羽生結弦さんの輝きが続くことを期待してやみません。この RE、RE プレイのグッズがファンの心に響く理由には、単なる商品としての魅力だけでなく、 ハニュー・ユズルさんの個性やメッセージが込められていることも大きな要因です。彼はただのアスリートではなく、アーティストであり、その作品がファッションアイテムとしても輝いているのです。ジップ・パーカーのデザインに込められた、RE、プレイの文字が、ハブさんの信念や意志を感じさせます。これは単なるスポーツイベントのグッズではなく、アーティストの表現の一環として捉えられています。そのため、このアイテムを身にまとうことで、 ファンたちは彼のメッセージを身近に感じることができるのです。中国のファンたちのコメントにも、その深い愛情が現れています。彼の神秘ポイントをすべて満たしてる、私のベイビー、すごく萌え、も、得るといったコメントからは、ハブさんの個性や表現が、彼のファンたちにとって特別な存在であることが伺えます。彼の魅力はスケートリンクだけに止まらず、心の中に深く根付いているようです。また、 ジップパーカーがオーバーサイズであることに対するファンの反応も興味深いものがあります。大きいサイズが必要、体型もぼかせるオーバーサイズが最高といった声は、ハブさんのグッズが着る人それぞれにフィットすることを意味しています。彼のアイテムは、ファンが自分らしいスタイルで楽しめるような工夫が凝らされているのです。あるい、プレイのオフィシャルグッズの通信販売が開始され、待ちに待った瞬間が訪れたことで、 ハブさんのファッションアイテムに対するファンの興奮は最高潮に達しているでしょう。これは単なる商品の販売ではなく、彼との特別な瞬間を手に入れることへの期待と喜びが込められています。グッズを手に入れることで、ファンたちは彼の一部になれるという感覚を味わっているのです。そして、RE、プレイ、埼玉公演の開幕が迫っています。アイスショーの舞台裏に潜む羽生結弦さんのファッションに対する情熱が、 観客たちの期待を一層高めています。彼の個性や芸術性が、表情だけでなく、ファッションの舞台でも光り輝いていくことでしょう。最後に、ハブさんのグッズが単なるファンアイテムを超えて、日常のファッションシーンにおいても注目を集めていることは、彼の存在がスポーツだけでなく、カルチャーやファッションの一部として確立されつつあることを示しています。彼のファッションは、 ファンたちとの心の交流やつながりをより強化し、羽生結弦さんが作り上げる世界がますます拡大していくことでしょう。